今回はマジですぐ決済します。こんなことある？こんにちは、ドリューナーです。ということで、今回はドリューハウスオンラインチャレンジやっていきたいなと思います。今回なんですけど、ぶっちゃけね、欲しいのがないんですよねなくて、強いて言うなら水色のシークレット T シャツと、出たらアロハシャツが欲しいんですよね。何色でもいいです。はい、欲しいんですけど、おそらく出ないんですよ。今回のシリーズ、おそらく雲のシリーズなので、出ないんですけど、もし出たら買いたいなと思います。ということで、早速、残り10分くらいなんですけど、待っていきたいなと思います。落ち着いていきましょう。ドリュー、はい。どうせね、すぐ入れないからね。はい。やばいよ、今回何が出るんだ？はい、今回早いよ。早く。はい、まずフーディーとキャップと T シャツとパンツとボクサー。リンガーティー、やっぱ出ない。お、出るやん、出るやん。出るやん、出るやん、T シャツ出るやん、T シャツ出る。XS 出るやん、水色出るやん。出るやん、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 出るやん。出るやん。あといらないよね。今回はマジですぐ決済します。待って、マスク買おう。ちょ、マスク欲しい。マスク欲しいんで買って、あといらないよね。いけんじゃないの？いけるんじゃないの？いけるんじゃないの？ペイパルですね。はい、ペイパル行って。まだ1分しか経ってない。まだ1分しか経ってない。はい、はい、はい。パスワード入れて。おっと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 。What the fuck? What the fuck? はい。で、ここでね、電話番号を入れ忘れないように気をつけてくださいね。あ、ミスってる、ミスってる、ミスってる。08。あ、言っちゃダメ。お願いします。マジでお願い。変えたよ。変えたよ。変えましたよ。来たー。前回のやらかしをここで克服しました。なんと今回3分 2秒じゃねえや。3分3秒くらい。ちゃ、3時3分くらいで変えました。ラチか。あ、今回フェデックスなんだね。ちょっと見ていきますか。え、待って、めっちゃ嬉しいんだけど。シークレット T 水色でしょ？ XS でしょ？ほらほら見て。もう売り切れてるよ。え、あ、S かな。S と L が売り切れてる。そのうちも XS もなくなるかな。で、マスクもなんだかんだ変えちゃってるからね、水色の。で、前回のも発売されてますね。緑のシリーズだったり、あと靴下だったりね。リストックはされてないかな。今回はね、やっぱり、ね、迷わず行ったからだね。うん。まずシークレット T シャツ行って、その後に、あ、マスクあったか。あ、じゃあもうマスクも買っちゃおうか。だってもう、それでもう迷わず決済したから逃げてた。そこで多分迷ってたらもう買えてないと思うんだよね。よかった。これはね、買いよ。マジで買いだと思う。今回のこの色もめっちゃ可愛いし、やばい、画面録画できてなかった。変えたよ。変えたよ。変えましたよ。ここで克服しました。ガチか。やばい、普通に泣きそうなんだけど。こんなことある？まあでも一応ね、変えてるんで、
よかったんですけど、うわ、これ、画面収録ないともうほぼ意味わかんないからね。ただ自分が騒いでるだけの動画になるから。どうしよう、これ。ボツか、これ。ボツ動画かも。売り切れ、お、今回この、雲のね、T シャツも早いね、売り切れるのが。意外と人気だったんだね。しかも7600円でちょっと高いしね。あ、やっぱり XS も売り切れたね。やっぱこのシリーズ、T シャツやっぱり早いね。で、この体操服は、やっぱり売れ、残ってるよねって感じで、マスクもまだ残ってるね。あ、これはパーカーはどうなの？あれ、パーカーも全部売り切れてる。意外。可愛いけどね。まあ、女性着てたらめっちゃ可愛いと思う。彼女着てたらめっちゃ可愛いと思う。いないけどね。OK、スタートしました。はい。これで買えるから今回は、欲しいのがあるかなということで。はい。できるわけねえだろ。無理よ。待って、もう売り切れちゃってんだもん。Thank you.